九州大学理学研究員の奥村健一です。素粒子現象論を研究しています。一昨年ヒグス粒子が発見されましたが、このヒグス粒子というのは今後の素粒子物理学の発展のための、鍵となる粒子です。で、この素粒子を、詳しく調べるためにはどうしても ILC が必要となります。日本が、初めて、基礎物理学の中心になるチャンスです。期待しています。